皆さんおはようございます。おはようございます。成田ゴルフクラブにお邪魔しております、うん、今平修吾プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。全然あっちの方が良かったかもしれない。8ホールで4バーディーですよ。プロとしてはなんか調子よくないですか。あ、いい方だと思います。そうですよね。めっちゃいいとこ、うん、見えたボール。フェアウェイちょっと左サイドだけど、うん、角度がいい。右に行くんで、ね、右に打ちすぎるとあんまり。そうだね。今90点ぐらいですね。いい方です。ちょっと振りました。ちょっと振ってったんですけど、ですよね、でもちょっとミート率が下がっちゃいました、ね、みんなの静けさやばかったですけど。こっからきつくない？やっぱ待って、こっからやっぱ同じスポーツをしてると思えないぐらい上手いんだけど、どうしたなんだろう。あ、待って、こっから待ってきつくない？うん、400ですね、うん、これもう竹内さん頑張ってもらわないとやばいっす。頑張ってもらわないとやばいっす。頑張ります、はい、木の上から、木の上ぐらいから、ま、あのセクシードローでいきます。はい、そうですね。もう完璧、セクシードローで。いやー、いいですね。ナイスです。ナイスショー。なんかつま先上がってない？うん、上がってる。いいからドロー。そうね、ドローだね。打ってください。ね、ちょっと頑張って。振ったんじゃない？これストレドローというよりもまっすぐ。ナイスショー。すごい方法、すごいターゲットラインだったよ。ナイスショー。木の上ぐらいから。プロ、ね、ちょっとすごすぎて声が出ないんですけど、どんぐらい飛んでるかな。うっ、よし。うわー、やばい、大丈夫かも。いなくなった、大丈夫。うわー、すごいな、これでもパー5、これ。いや、これミドルです。え、ミドルなの、これ。え、無理じゃないもん、これグリーンがすごいですね、なんか。え、絶壁みたいな。え、プロのボールどこ？普通の、あ、ここにあるです。え、これ俺たちのボール？あ、下か、下か、はい、よかった。あれです、あれです。 あれか、果てしないやつ。なんか、まあいい、まあ、アングルはいいかな。キャリ140の横指で100、あ、150で大丈夫です。150でしょ。下までってか、すごい、すごいね、うん、それでもナイスショットだけど、まだ2、30ヤード置いてかれてんだよね。40ヤード後ろから打ってさ、150ヤード上り。
7番ユーティリティです。お、いい、ナイス、うん、ナイス。でかいか、いや、そんなちょっとでかいかな、うん、まあ、一応乗ったということ、うん、ちょっとダフった、うん、いやでもいい感じじゃない。これはナイス。ちょっと左引っ掛けた。ダフった。いやなんかね、ラフにやられたかも。ああ。バンカー。これ132ぐらい、ランなしですやばいですよこれ。キューズってなんですけど完璧な場所ですね。そうですね、これ右も左も狭いですよ。40ぐらいですね、はい、奥はもう結構戻ってくるんですか、それともピン結構手前なんですか。ここピンは15ヤードだから、うーん、手前、真ん中ちょい手前ぐらい。うん、そうですね。そう、奥行ってもあの練習グリーンの上が練習グリーンなんです。斜面になってるんで。はいはい、しました。ガン。どんな感じ？あ、バンカー。バンカー？お、お。チャンス。お、お、お。危ない。いやちょっとドローで捕まえておこうと思ったんですけど、捕まりきんなくて。ニコニコしてんの、純ちゃん。いや、私は今、竹内さんでしょ。なんか、超ニコニコしてるな、うん、やったと思って。人の失敗喜んじゃいけないよ。勝負だ。あ、逆にバサシャツ見れるから。あ、そうだよね。そうそう。それもニコニコです。でも、プロとはいえ、うん、バンカーセーブ率っていうのは、うん、通常、上手い人でも 50% ぐらいなんだよ、うん、プロでも。バンカーセーブ率って何ですか。だからバンカーからパー取る。あ、だからこのホールはちょっとチャンスってことですね。チャンス、はい、50% って日本の JLPGA だ。男子はもっと高いです。もっと高い、全然高い。いやもうなんかこれちょっと2回目いきましょう。見どころだねこれね、このショットは。これは難しいよ。あれです、スローです。僕スロー大事。持ってしまう。お前傘持ったところなんだ。みーちゃん、これ難しいですよね。プロ打つ前から言い訳ですか。いやこれはむずい、難しいと思う。入るわ。入る。来た。来た。そうだね。ナイスです。ありがとうございます。信じらんない。入るわ。来た。そうだね。なんかやりたかった。
入るわ。そうだろ。プロもちろん。いやちょっと上出来ですね。うまくいきすぎです。ねえ。100点です。100点だ。200点ぐらいでしょ今の。ねえ。打つ前に終わりましたよ。終わってないって。あそこ。いやいや。あそこ。でもバンカーショット見たいって言ってたもんね。いやすごいね。どうでした？俺たちもあの状況を見た段階で勝ったと思わなかった。終わってないんだよ。俺たち言えるよ。これっすよ、これ。あ、大丈夫です。ここにあったやつを、こうっす。俺たちもあの状況を見た段階で勝ったと思わなかった。勝ったと。終わってないんだよ。俺たち言えるんだよ。あ、そっか。結構す。姉ちゃん見て固まってる。何が 50%？ 200% じゃんね。感動すぎて。じゃあ行きます。やばい。入っちゃった。入れれば引き分け。センス、ゴルフグリップよろしくお願いします。それは何パーセントですか？もう 100% で。来た？お、まさか。来た？お、まさか。まさか。ちょっと来た。やさぎってください。50センチ。お、あ、切れた。切れてる？あ、最後でも切れない。あ、いいんじゃない？もういいよ、強くて。あ、下りだから。こんなもんだな。よし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 、曲がれ。ゴー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 。曲がれ。ターン。ゴー。曲がれ曲がれ、おいけ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 、惜しい。ダメだった。惜しかった惜しかった。大健闘、大健闘だね。大健闘でも、え、2ダウン3ダウン3ダウン、プロがすごすぎるんですよ。すごすぎだよね、5アンダーだよ。やばいです。あのバンカーショットは、このゴールは分けると思った。記念だったよね。いや、本当に、うん、あれは絶対寄らないと思ったんですけど、ええ、ちょっと厚めに、軽くても強めにって感じでやったんですけど、うん、まあそれがうまくいきました、ね、で、やっぱり砂は、はい、あんなやっぱりいっぱい取るような感覚だったんですか？ あんまり取らないで打とうと思って、スピンを入れるためにギリギリを入れて、ギリギリ入れて、はい、あ、今ギリギリを入れてスピンがかかった状態、やっぱ軽くスピンがかかった。あれはアメイジングなショットでした。信じられない。誰もさ、打ち方聞くやん、うん、あのバンカーショットどうやって打ったんですか聞くやん、うんうん、打てへんねん。やったらなんなんやろあれ。そうだよ、なんかすごすぎてちょっともうなんかコメントできない。ほんまにすごい。皆さん代わりにコメント欄にコメントお願いします。絶対喋ってくれる人もいっぱいいるから。あ、そうだね。今日はもう竹内さんがよく喋ります。いつもより、いや、いつもより喋ってる。皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。さて、ここでクイズです。今回動画に出てくださった今平プロ、スコアは一体いくつで回ってくるでしょうか？いくつかな。当たった方の中から抽選で5名様に今平プロのサイン入り色紙をプレゼントいたします。概要欄に応募フォームがございますので、ぜひご応募ください。バイバーイ。